ツル滑ってで初めてだったけど楽しかった。私が小学生の時に来て楽しかったので子供にもやらせたいなと思って。作るんだ。この山木屋タンボリンクっていうのは自分にとって特別だし、他ではないまあアホなことをやっていますよね。それがすごく好きで、残したいなって、できれば残したいなって思って継ごうと思いました。もともと山木屋地区っていうのはとても寒くて、まあ、農作物もなかなかいかないで、その寒さを、まあ、マイナスからプラスに変える、寒さを楽しむ他にはない町とは違うっていうところをどんどん山木屋に来て発見してもらって楽しんでほしいなっていうふうに思いますね。